はい、ということで今日は三郷店のいけないをご紹介していただきます。店長よろしくお願いします。よろしくお願いします。コーションプレートもタイプ R になってるんですね。タイプ R、かっこいいですよね。ちょっと中二っぽいですね。タイプですね。タイプ R です。ちょっとエンジンかけてみてもらってもいいですか。そう、欲しい人に代わって15万キロのエンジンは本当に大丈夫なのかどうなのか。一発指導ですね。音も全然ブレもないですね。アイドリング状態では。なんか良さそうですね。良いエンジンなので、まあ、オーバーレブ、まあ、気持ちよすぎて回しちゃう方が多いんですけど、オーバーレブとオーバーヒートに気をつけてもらえれば、ガンガン回しても基本的には大丈夫なエンジンです。ただ古い車なんで、プラグコードとか、あとは経年劣化の辺とか、オイル漏れ、たまにとかオイル漏れ、であと高回転型のエンジンなんで、オイル消費も結構あるんですよ。まあそれはそうですね。普通のエンジンの倍ぐらい回ったわけですからね。そうですね。なのでオイル管理、まあ NA だから交換しなくていいやじゃなく、やっぱりターボと同じように3000キロぐらいで駆動オイルの量とかその辺を見てもらって。なるほど。はい。もし減ってれば交換ですね。なるほどですね。これちょっと気になるこのオイル管理がどうだったのか、フィラキャップ開けてみてもいいですか。どうぞいいですか。どうぞじゃあちょっとエンジンじゃあ切っていただいて、綺麗ですね。オイル管理はしっかりしてそうな感じですね。そうですね。見えるかな。なんか黒いススとかカーボンスラッチは溜まってそうな感じはしないですね。そうですね。大体やってないやつだともうここに溜まってますからね。黒いカスがもう。そうですね。まあ、ヘッド周りもオイル漏れはなさそうですしね。まだまだいけそうだと。そうですね。これ後で下回りとかも見せていただくこと大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。 FF 定番だとどの辺がこれ、まあ、距離も出てますしね。この辺は変えてある。あ、そうですね。ディストリビューターですね。あとは定番的に
とはそうですね、 FF あるあるなのか、マウントが結構傷みやすいんですね。でこの車もまあそうなんですけども、あの下回りと上とあるんですけど、やっぱりマウントにひびが入っちゃったりしてるんで、マウントってエンジンマウント、エンジンマウント、はい、エンジンを止めている、エンジンとボディをつなげている部品ってことですよね。そうですね、はい、FF の場合はあのなんていうんですか、ボディにマウントを返してぶら下がってるような感じでエンジンがくっついてるので、でエンジンのミッションくっついてますから、はい、それをぶら下げてる大きいマウントがあるんです、ね、はい、これ見えますか。これになりますね、これ。はい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 、あ、若干なんかひびが入ってますね。そうですね、この部分ってことですよね。あ、そうです、はい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 。で車種によってなんですけど、うん、あのグリスが中に入ってたりするんですけど、うん、そういうのが出ちゃったりするともう要交換ですね、うんうん、エンジンが暴れちゃいます、ね、はいはいはい。これとあと下にもあるんですけど、あ、はい、それはあのうちの方で納車前に交換してお渡しとなりますね、はい、あ、交換していただけるんですね、納車前にちゃんと。そうですね、素晴らしい、 ありがたいです ね、 そうですね、安心ですね、はい、あれ、なんかミッションとかプレートついてますね、これ。これが前の納車前の一角なんですけど、ミスガレージさんですね、ミッションオーバーホールされてる。あ、距離飛んでてもじゃあある程度安心感はすごくありますね。そうですね、よくある、まあ、スクールバルブ、これが VTEC を切り替えてる、バルブなんですけど、はいはい、ここからのオイル漏れも多いので、うん、もし購入を検討されてる方はこの辺を見といた方がいいな。なるほどですね、あ、だいぶなんか良さそうな車ですね。そうですね、距離は飛んでます、ね、はい。ちなみにじゃあ下回りなんかもちょっと気になるんで、ああどうぞ、見ちゃっても大丈夫ですか。どうぞ。ああ、すいません。なかなか下から車見る機会ってないですからね。そうですね。4つ5つあるんですけど、ほう、まあ分かりやすいところで言うとこの両端ですかね、まあ、これですかね。これですね、はい、これ大丈夫そうですね。あ、いや、ダメそうですね、あ、エンジンマウントダメですね。そうですね、あ、分かりやすいですね、これ。そうですね、はい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 、ここが、この、ここですよね、これ。そうですね、はい、あ、なるほど、これはもう要交換ですね。交換しといた方がいいと思いますね。なるほど、あとはまあ、ブーツ関係は大丈夫かなっていうところですかね。そうですね、ドラッシャーとタイロットとロアボールとこの辺は大丈夫ですね。なるほど、はい、あ、これも変わってそうですね、これ。そうですね、タイロットエンドを多分丸ごと変えてるのかなと思いますね。これ左右、こっちはこっちも変わって、ね、あ、こっちも変わってますね、はい。うーん、キャリパーもちょっと新しそうな感じなんですよね。あ、ほんとだ、まあ、確実にやってますね。外して色はなんか塗り直してるかな、やってますね、まあ、大事な部分ですからね、この辺は。そうですね、オイルパン周りも大丈夫そうですかね。さすがに距離は距離なのでにじみ程度はあるんですけど、うん、大きな、うん、これはないなさそうな感じですかね、はい、ボディも問題ないですかね。そうですね、あ、
木管のサビはどうしてもありますけどね。あ、まあ20年選手ですからね、これぐらいはもう出し方、まあ気になるようだったらサビ止めとかですかね。そうですね。これは車高調。そうですね、これはメーカーがちょっとわからないんですけど、全長調整式の車高調になりますね。うん、あ、フルタップ式ってやつですか。そうですね。かやばと書いてますね。かやばですね。ショックにはかやばと書いてます。まあ、この辺はちょっと年数経過してるんで。そうですね、今車高調も安いので10万でお釣り来ちゃうぐらいで買えちゃいますから。うん、そうですね、買い替えでもいいかと思います。はいはい、タイヤも全然大丈夫そうですね、今のところ。毛が生えてますもんね、まだ変えたばっかりっぽいですね、リア。そうですね、これは前も後ろ も多分。全然いい感じですね。はい。大体この辺もあの破れて穴が開いてっていうのが定番ですよね。そうですね、この辺ですね。綺麗ですね。で、桃のハンドル、はい、これも綺麗ですね。それから追加メーター、グリッツの追加メーター、水温、イオン、油圧。いいですね、レーシーですね。ペレットが8200、 VTEC チェンジが6100ですね。そうですね。またこれあの削り出しの純正ですよね。そうですね、シフトノブ。はい、綺麗。これハッチもいいですか、後ろ。はい、大体内装がね、こうついてないとかボロボロになってる。このカバーはさすがにないですかね。中はどうですかね。こう水溜まってたりしますからね。